皆さんこんにちは、ブギウエチキです。今日は社会運動について話をしてみたいなと思います。社会運動というといろんなイメージがあると思うんですね。デモをしたり、シプレヒコールをしたり、署名活動をしたり、いろいろなタイプの社会運動というものがあります。最近だとハッシュタグアクティビズムという言葉で、いろいろなネット上の活動というものも注目されていますね。要はその人個人個人は社会運動に参加しているつもりはないが、ハッシュタグをつけてつぶやくことによってどれだけの人がそのテーマに関心があるのかというものが見えるようになる。そうしたようなその力というものに人々が注目することで、じゃあそのテーマに取り組んでみようかなとか、そうしたようなものに対して政治的な応答をしてみようかなとか、そうした議題に人々を巻き込む力というものもあるわけです。で、僕個人も振り返ってみるといろんな社会運動をしているのかもしれないというふうに思えるんですね。例えば私はデモに参加をしたり、あるいは様々な署名活動というものを先導したりということはあまりしていません。そこまで積極的なアクティビストとは言えないんだと思います。一方で私は日常の中でいろんな社会問題を感じたときにリサーチをして実態を明らかにして、それを世の中に公表する、そうしたようなことというのは評論家として常々行ってきているわけですね。つまりデータや概念をシェアすることによって社会的な議題というものを設定する、それをメディアを通じて継続をするということを行っているわけですね。それとはまた別に時折私は法改正であるとか、あるいはその政治的議論というものをアシストすることもあるんですね。それはどういうことかというと、先ほど言った様々なリサーチをしました、様々な実態を把握しました、あるいはある種の白書、あるいはガイドライン、ペーパーというものをまとめました。そうしたことをまとめたときに、ただ雑誌に書いたり本を書いたり、あるいはウェブ上で公開するだけではなくて、記者会見をして国会議員と会って、そのデータを記者や政治家に渡すということも行うんです。これは一体どういったことをやっているのかというと、以前お話したメディア論の話、議題設定効果、それを意図的に行っているという点でもあるんですね。つまりこの論点というのはみんなが議論すべき論点ですよ。この論点というのは政治家の方々を巻き込んで政治的議題として取り扱うべき論点ですよということを設定していく、そうしたのことをまず行うわけですね。そして人々が議論する際には議論するための材料が必要になります。様々な材料が記者会見を通じて発信されます。よく皆さんがご覧になるのが、当事者の方々がこういったようなことで苦しかったということを訴える、当事者の方が顔を出したり、あるいは場合によっては匿名で記者クラブで会見を行って、その模様を放送することによって、これにどう対応しましょうか、ある種のコンフリクトを起こして、それに対してどうケアをしようかということを訴える、そんな会見を見たことはあると思います。私がやっているタイプの会見というのは、記者会見の場で調査をしたデータや実態というものを公表するんですね。そのことによって、これまで分からなかった新たな事実が分かりました。そのことによって、新しく社会問題があることも分かりました。それに対するケアのあり方、対処のあり方というものを皆さんで考える必要があるんじゃないですか、ということを提案するわけです。そしてそこで得たデータというものを、例えば国会議員の方々に渡して、こういった論点があります、こういった法律を作る必要があるのではないでしょうか、ということを各党の方々に、示していくということになるわけですよね。そうしたようなことを重ねることによって、では法改正をしましょうかとか、あるいはその行政手続きを変えましょうかであるとか、そうしたようなその議論というものを後押しすることができたりするわけです。社会運動として街中に出たり、あるいは人前に出ていろいろなアピールをしたりというようなタイプでは僕はないので、あまり目立たないところではあるんですけども、社会運動にはいろいろなタイプがある。このように議題設定をしてデータを中心に様々な議論を活性化するというようなやり方もあるわけです。と考えると、実は多くの人たちがすでに社会運動をやってるのかもしれません。いろんなデータというものを皆さんが公表する、そこまではしていないかもしれないけれども、データが公表された記事などをシェアをする、あるいは仲間と話し合ったりをする、デモに参加をしてなかったとしてもハッシュタグをつけてつぶやく、あるいはある商品の写真を撮ったり、ある企業に対する評判を口にしたり、そうしたような様々な小さな行動も実は大きな社会運動の中の一部として巻き込まれているということも起こり得るわけですね。社会運動に実は巻き込まれている、これは良い面と悪い面双方あります。いろいろ良くないものに加担してしまうこともあれば、世の中をより良くするためのアシストをするということもあるかもしれません。世の中にはいろんな社会運動を意図的に行っている人がいて、その社会運動のぶつかり合いによって様々な議会の動きやメディアの動きも変わってくるところがあります。そうしたある種一見すると表では見えにくいバックヤード、裏側の存在というものに注目をすることで、これまでとのニュースの見方も変わってくるかもしれないし、時には皆さんも社会問題の当事者になった、その時にでは社会を変えようという発想を得られるかもしれません。いろんな社会問題の当事者の方から相談を受けて、では調査をしましょうか、では記者会見をしましょうか、では国会議員の方と会ってみましょうかであるとか、ではこういった NPO を作ってみましょうかというような、いろいろな社会的
改革のための選択肢というものを提案するということが、しばしばあるんですけれども、そうした選択肢って意外と知られてないんですね。法律って変えられるんですかとか、議員って会えるんですかとか、メディアって記者会見とかしたら報じてもらえるんですか、でも記者会見ってどうやるんですかっていうような、そうしたようなことがよく反応としてあるわけです。世の中の変え方、世の中の動かし方というのは意外と知られてない。でも、多くの人たちが世の中を動かす当事者である有権者であるはずなので、そうした手段というのはもっと知られてもいいと思うんですね。そうした意味では、この人たちはどういった仕方を選んで世の中を動かそうとしているのか、その手段に着目をすることでも、またニュースの見方も変わってくると思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。